個人の健康を増進させる、個人の美肌、それから個人のスキンケアとして消毒をするということであったら絶対罰ということになります。はい、皆さんこんにちは。肌の再生医療の北条元春です。前回ですね、ショート動画で皮膚を消毒してはいけないという動画をアップさせていただきました。消毒薬なんて健康な皮膚に塗ったら100、本当に100があって1になしてたでしょうね。手のひらも大丈夫ですか？手のひらもダメです。え、ダメです、ダメです。消毒薬ダメです。ダメです。あんなアルコール消毒とか、あの消毒薬使っちゃダメです。アルコール消毒ダメなんですか？ダメです。手を洗った方がいいと思う。アルコール消毒をしすぎた手とかっていうのも結構やばい手になりますね。大腸菌がついた手で食物触って、それが大腸菌が食物を潰れて食中毒とか、これはあるけれども、逆にそれらの菌を撲滅したらいいことしか起きないかっていうのは非常にステレオタイプで考えですよね。黄色ブドウ球菌って食中毒を起こすから、ここから菌を全部排除すれば食中毒は起こんないけど自分は害されて死んじゃうみたいな。で、今回はですね、結構反響が大きかったので、どうして皮膚を消毒してはいけないのかっていう理由をロングバージョンでお話ししようと思います。まあ、結論から言うと、皮膚というものは消毒してはいけません。これはですね、誤解を招くかなとちょっと私自身も反省してるんですけども、医学っていうのは2つの軸で考えなきゃいけないんですね。1つは個人としての立場と、もう1つは公衆衛生、まあ、マスとして不特定多数の人類みたいな、まあ、大きな目線で考える場合と個人で考える場合では全く結論は違ってくるっていうことはいろいろあります。で、皮膚を消毒してはいけない理由というのはショートだったので、私のスタンスとしては個人としての場合ですね、個人の皮膚の健康とかスキンケアとか美肌とか、そういうようなその皮膚の健康ということに関して言うのであれば、消毒は必要ないですね。で、まあ、手を洗う、ウォッシュアウトしてしまうということだけで十分だと思います。そこにアルコールとか化学薬品を使って、まあ、健康な肌を消毒するということは、いいことは一つもないという立場です。まあ、これはですね、個人として考えた場合というスタンスになります。で、もう一つですね、医者として公衆衛生学的な視点というのもあるんですね。どういうことかというと、まあ、パスツールが、まあ、細菌を発生していろんな流行り病と昔は言ってたんですけど、流行り病とかですね、食中毒とか、みんな悪魔が乗り移ったみたいなことを言ってるんですけど、実はそれが、手とか便とかを媒介して、まあ、感染していく、流行り病、流行りですから感染して拡大していく、そこで、まあ、消毒という概念が出てきました。これは公衆衛生学的な場合で、一人の個人をスポットした場合ではなくて、集団としての人間の健康を考えた場合に種子の消毒というのは非常に重要になります。ですので、感染予防ということ、それから食品衛生学的な観点からすると、まあ、ナースとか医者っていうのは、手洗いをするし、手術の時には皮膚を消毒するし、手ガシガシなんで、もうブラシ、カメノコタワシみたいなもので手を消毒しますから、まあ、それで手術をやる。で、ナースもですね、やっぱり病棟に行くと、感染予防のためにある人を触って、それを他の人にくっつけるみたいなもの、まあ、皮膚の筋肉、バイ菌ではなくて消化管にあるバイ菌、まあ便の処理をしたりとかして、それを人に移していくということで、まあ、消毒は励行されますよね。で、まあ、消毒はしなくてもですね、冷水で洗ってればいいんですけれども、やっぱりその病棟の現場とか手術室で常に手術の現場で手洗いしながら手術するなんてことは不可能ですので、やっぱり消毒薬という化学薬品の手助けを借りるということになります。ですので、公衆衛生としての視点からすれば、手洗い、まあ、皮膚を消毒しなければならない、まあ、それから、消毒が嫌だったら常に洗浄しなければいけない、これ公衆衛生学的な視点からやらなきゃいけない。だけど、個人の視点から消毒薬で手指を消毒すると、皮膚は、まあ、健康な皮膚を消毒すると悪いことしかなくて、いいことは何もないということになります。この2つの視点からすると全く逆の観点になるっていうのは、医学の場合ではよくあることなんですね。で、まあ、ショートの場合は個人をフォーカスしての発言で、消毒をしてはいけない理由ということで、お話しさせていただきました。同じような話がですね、ワクチン医療っていうものにあります。ワクチン医療ってどういうようなものかというとですね、個人にフォーカスした場合には、まあ、コロナワクチンもそうですし、子宮頸がんワクチンでもそうですし、まあ、政府は公式には発表しないんですけども、多分
それによって、まあ、死人が出てるのは事実だと思います。ただし、全体に、まあ、数百万人数千万人にやって1人2人ぐらいの死者が出てる、まあ、これ確実に出てると思います。ワクチン医療っていうのはやっぱりそういうような可能性というのは絶対秘めてるんですね。ただそれ以上のメリットが公衆衛生学的にあるんですよね。まあ、例えばその1000万人に子宮頸がんワクチンをやった、1000万人にコロナワクチンをやった、そうするとその1000万人の中から死者が、まあ、ほとんど出てこない、まあ、出たとしても数人しか出てこない。でもそれをやらなかったとしたら数万人規模で死んでしまう。じゃあワクチン医療ってやるのかっていうと、公衆衛生学的にはもう絶対やるべきだし、まあ国家でですね、国家規模でワクチン医療を否定しているところはないです。消毒も同じような意味で、個人として見たらこれはやらない方がいいっていうことにはなりますけども、公衆衛生学としてはみんなが知っての通りですね、食品衛生法上でも規定されてますし、それからパスツールが最近、まあ病流行り病のもとは見えない顕微鏡でしか見えないものが原因だ、これは消毒で、防ぐことができる、まあ、上下水道の消毒も含めてですね、防ぐことができるという、これは公衆衛生的な視点です。だからその公衆衛生学的な視点と個人の視点をごっちゃにすると、やっぱり、それ極端な話じゃないっていう話になるんですけど、全然極端な話じゃない、個人の視点です。私の言った動画、まあ、ショートで言ったのは個人の視点での話になります。個人の視点での医学的な視点、まあ、消毒はしてはいけないということになります。個人の健康を増進させる、個人の美肌、それから個人のスキンケアとして消毒をするということであったら絶対罰ということになります。個人の視点として言うのであれば、個人の健康という視点に立つのであれば、これは消毒は百害あって一利なしです。消毒によって皮膚病が治るわけでもないし、何かが健康が増進されるものでもない、むしろ百害あって一利です。ただし公衆衛生学的なものであれば消毒はしなきゃいけないということになります。皆さんよかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。これ介護職とか医療従事者の方は大変ですよ。辛い思いしてる人多いだろうな、介護職の人で手洗いが辛くてやっぱりそのできないっていう人も知ってますし、でもやっぱりやんなきゃいけないですね。あの感染、まあ、この患者さんから触ってこっちの患者さんにこうなんていうんですかね、その流行り病を蔓延させてしまうのが接触によるもの、それが飛沫によるものっていうのは言われてますので、だから医療現場はマスク、手洗い、消毒っていうのはやります。まあ、マスクの着用というのはコロナが流行ってきてみんなするようになったけど、医療現場ではもうみんなマスクしてますよね。コメントで一個気になるものがあって、スキンケア商品にエタノールが入ってるものってどうですか？はいはい、これ非常に濃度が少なくて、多分エタノールが入ってるってことは気づかないと思うんですけど、これ清涼感を出すためのものですよね。爽やかに感じをする。でこれ濃度としてはアルコールの薬理学的な消毒の効果というのはないぐらいの低濃度ですね。同じように醤油にもアルコール入ってるの知ってます？醤油、みんながかけてる醤油、入ってるんですよ。醸造用のアルコール入ってるんですよ。だからそのイスラム教徒は醤油は絶対食べないですね。それもその醤油食って酔っ払うかっていうと、いやそんなもん酔っ払わないよっていう話。それから化粧品にエタノール入ってて、それで消毒効果があるのって言われるとないよっていう話ですね。同じです。